FGO のお時間です。というわけで現在ですね、 FGO さんの方では、去年のクリスマスイベントの復刻イベントがね、開催されておりまして、そのイベント今回やっていこうという感じなんですけれども、さあ今回もやっていきましょう。ねえ、トイレ FGO ってやってますか？一気に畳みかける。どうしようかな、適当にやりますか。承知いたしました。そういえば星4のサーバントを先日ね配布してましたけれども、私星4サーバントはですね、断蔵ちゃんに変えたんですけれども、前にね1000万ダウンロードだったかの時には、これ抹消通るのかな、まあ、つけときますか。時にはね、ゴルゴンさんを交換したんですよ。ゴルゴンさんの交換したので、今回どうしようかなと思って、ツイッターさんでは悪く決めた交換した方がよくねみたいなね話があったんですけども、知り合いになればいい。痛いですか？つかこれ耐えるイベントだったっけか、いやなんか本編でこのね、なんだろう、ブラック義経さんが出た時には耐えるイベントだったので、あれ耐えるイベントだったっけみたいなね感じなんですけれども、どうだったっけ。罠だ罠だ、殺して神髄。てかほっといても牛は毒でやられそうだね。ほっとこうか、ほっとこうか。あれでもこれ増えんのかな。さあアーチェインしていきますか。やるし、でも残り3体だからいいのかな。いやー、そのため伸びないな。そこだ。いやー、なんか本当にほっといても大丈夫な気がする。ガッツはまだいっか。いやー、でもなんか普通にいけんじゃない、増えなかったら。だけど、いや削りきれないな。なんでこんな地味にダメージないんだろう。どうしよっかな、とりあえず弁慶さんをやりますか。どうしよう、こうかな。やる。やマジ。痛いですか？あ、増えなかった。いやー、なんか黒い義経さん出ると分裂して増えるイメージあったですけど、増えなかったっけな。去年やったのに全然覚えてないね。それ去年の FGO や、去年も FGO やってた方って覚えてますかね。で、エルシキガルさんがこのねイベント終わった後にこう、ああなってこうなってこうなったんですけども、でね、年末に序章があったじゃないですか。で、ああなっちゃったじゃないですか。で、今年は大丈夫そうで安心、一安心ですよね。えって感じになりましたよね。というわけで、今回はここまでです。よかったら君のお気に入りのね、サーバントさんとかをね、書き込んでいただくと、ね、いいかもしれないですね。それ今年のクリスマスのイベントがどうなるかっていうのも気になるんですけども、来年のお正月、お正月にもねイベントあったんですよ。で、お正月の時はこのね北斎さんが突然ね実装されたんですけども、今年も誰か実装されるのかな。お正月だと大体和のサーバント誰かな、村正かな。村正実装されねえかな。というわけで今回はここまでですね。よかったらですね、フレンド登録もしてみてくださいね。また次のイベントをやりますか。イベントっていうかね、次の11月18日18時に開放のね、イベントもやっていきましょうか。で、というわけで今回はここまでです。これを見てる君も、レッツ FGO。それじゃあまた。